日本東京都中央区新富新富は東京都中央区の地名で旧京橋区にあたる京橋地域内である。現行行政地名は新富1丁目及び新富2丁目。郵便番号は104-0041。中央区役所に隣接する土地柄、行政機関やオフィスビルが多数立ち並ぶ町である。住居表示以前は新富町であり。 現在も地下鉄駅名の影響から通称として、新富町と呼ばれる。西に銀座、北に八丁堀、東に入船、南に築地が位置し、入船、築地、明石町同様、域内のビルマンション名に銀座を含むものが多い。京橋地域のほぼ中央に位置する。新島原与桜の図、歌川義虎、明治初期あたり地域は、江戸時代には、武家地であった。 1868年、築地の外国人居留者を目当てにした、新島原遊郭が置かれた。新吉原遊郭の中万次や野兵、中屋総四郎の二人が願い出て、新たに借地を賜ったものである。五番の目に整地された新島原には、松ヶ枝町、初根町、暮竹町、梅ヶ江町,町、千歳町、桜木町、八重崎町、青谷町の町名が付けられ、 新吉原、京都の島原、大阪の新町と並ぶ大規模な遊郭となった。しかし、翌年の大暴風雨で議論の中万事屋が吹き倒されたのをはじめ、思い通りの集客が得られず、1871年6月取り払いを命じられ、遊郭は新吉原、根津に移転し、新富町が成立した。隣接の大富町の一部も編入され、 町屋の続く新富町一丁目から七丁目へと改変された。芸に、沖屋は引き続き新富町に残った。翌年の明治5年に新富座が開場され、周囲に芝居茶屋も立ち並んで賑わったが、後に新富座は関東大震災により消失し、そのまま再建されることなく廃座となった。震災直前の百二十二年の記録では、新富町は、 料理屋約10軒、町合約40軒、沖屋約80軒を抱える産業地であり、劇場があることから、新富芸者は、やぐら下芸儀として、広く知られた。1930年頃には、料亭は6軒、町合と、沖屋は60軒以上、芸儀は180名を数えたが、戦後は衰退し、1970年代後半に、廃れていた。 1971年、住居表示の実施に伴う町名変更で町の字がなくなり、新富の地名となる。現在は主にオフィスビルと中小の商店、住宅が混在する地域となっている。地名の由来については、旧来からの大富町に対して付けられたという説と、新島原と大富町からそれぞれ一字を取ったという説がある。 2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。